日本東京都新宿区市ヶ谷田町市ヶ谷田町は東京都新宿区の町名。現行行政地名は市ヶ谷田町1丁目から市ヶ谷田町3丁目。住居表示未実施。郵便番号は162-0843。新宿区東部に位置する。北部は新宿区市ヶ谷線河原町に接する。東部は外堀通りなどに接し。 これらを境に、千代田区九段北になる。南部は、新宿区市ヶ谷八幡町に接する。西部は、新宿区市ヶ谷佐内町、新宿区市ヶ谷佐渡原町にそれぞれ接する。市ヶ谷田町2丁目を、牛込中央通りが通っている。市ヶ谷駅付近の外堀通り沿いの一角にあたる。通り沿いを中心に、ビルや商店が多く立ち並ぶ。道路から離れると、 住宅も見られるようになる。江戸時代には、武家地及び、江戸城の外堀に面した町人の居住地である、市ヶ谷田町一丁目が置かれていた。同二丁目にも、武家地が目立ち、例えば、土佐藩主の山内川、別邸として923.98坪の土地を所有していた。なお同地は、土佐藩最後の藩主、公爵、 山内豊藩の長子であった山内豊影により、1948年10月に法政大学へ売却され、現在は同校の市ヶ谷多町校舎及び大学院旨となっている。江戸時代初期には、豊島郡市ヶ谷領、布田神殿の百姓屋敷が、元那九年に外堀造成用に、幕府の御用地として召し上げられたため、左内坂下に仮住まいをしていた。 外堀建設後、旧地が外堀の底になったため、布田神殿の住人が外堀に町や取り立てを願い出たものの、示された土地が佐渡と原、赤坂五門前の二箇所だった。この提案を不服とした住民は、佐渡と原の土を鳴らし武家地として教室することを願い出た。外堀脇の湿地に、この佐渡と原や浄瑠璃坂下、 大阪あたりの土を落とし埋め立てた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京メトロ南北線及び有楽町線市ヶ谷駅の5番6番出口があり、市ヶ谷駅で唯一のバリアフリー対応エレベーターも町域内にあり、利用可能な範囲にある。 一ヶ谷田町三丁目では、隣の飯田橋駅も利用できる。ありがとうございます。